こんにちは、ミキミキです。私についてはこちらをご覧ください。リリアンではゼロから始めるチャット g p t ダリスリーマスター講座をリリースしています。ゼロからチャット g p t の使い方を体系的に学びたい方、チャット g p t の最新アップデートをキャッチアップしたい方にぴったりな講座になっています。気になる方は概要欄をチェックしてみてください。また、ミキミキウェブスクールの LINE お友達登録をしていただくと、厳選 GPT 図集やダリスリーで使えるプロンプト集など豪華プレゼントを配布中です。 LINE 限定の勉強会も開催していますので、ぜひご参加ください。みきみきウェブスクールチャンネル登録してね。チャンネル登録後、通知をすべてにすると新作動画のお知らせが届きます。今回はチャット GPD オープンへの大幅アップデートと最新情報を丸とまとめました。 最近ですね、こちらの動画でチャ a t g p t のアップデートをご紹介していったんですが、わずか数日でまだですね、たくさんのニュースが届きましたので、今日はこの最新アップデートを徹底的にご紹介していきます。まず、OpenAI の日本オフィスが設立されました。こちらについて徹底解説していきます。そして日本版の GPT-4 についても、日本オフィス設立のリリースとともに発表されましたので、こちらについてもご紹介をしていきます。 そして GPT-4 ターボがついに正式リリースされました。こちらの性能もかなりすごいので、詳しくご紹介をしていきます。そして3つ目で、OpenAI の動画生成 AI であるソラが Adobe Premiere Pro に搭載されます。この3つのニュースを詳しく深掘りしていきます。それではまず、OpenAI 日本オフィスが設立されました。こちらについてのニュースを徹底解説していきます。 日本人のチャット GPT ユーザーにとってはかなり大きな嬉しいニュースです。今後チャット GPT が日本でどのように展開されていくのかというのも発表されたり、オープン AI で働きたいと思っている方いますかまあそういった方にもですね、面白いニュースがありますので、ポイントを一つずつご紹介していきます。まず一つ目です。オープン AI のアジア初となるオフィスが日本に設立されます。 でオペエのオフィスですね、今のところサンフランシスコとロンドン、ダブリンにあります。ダブリンはアイルランドですね。で、ダブリンに設立している理由はおそらく節税目的です。サンフランシスコ、US の拠点とヨーロッパ圏の拠点としてロンドン、そしてアジアに拠点がなかったので、まあ、どこにしようかというところは検討していたところだと思うんですよね。まあ、具体的にはやはりシンガポール。 上海、香港、まあ、そして東京などが候補にあったと思うんですがなんと日本の東京が選ばれましたで詳しい場所はまだ明かされていないんですが港区のどこかにオフィスが構えられるようですオープン a i の支社が日本に設立された狙いとしてはまず日本はですね生成 AI に関して規制がかなり緩いんですね なので政府とコラボしてルールメイキングのところからオープン a i が関与できるっていうところが支社ができた理由の一つかなと思っています。こちらについては後ほどまた詳しくご紹介をしていきます。日本のオープン a i の体制です。採用領域はこちらの10名程度を予定しています。まずは営業、そして技術開発、あとはユーザー支援、カスタマーサポートですね。こちらのカスタマーサポートは主に法人向けのサポートになる予定です。 あとはですね、政府との交渉なども入ってくるので、障害であったりとか、あと会見の中では言われていなかったんですが、マーケティングの分野に関しては、すでに募集が開始されています。参考までに、どのような役割で練習ベースなのかというのを少しご紹介していきます。アメリカの法人向けの営業ディレクターですね。こちらはニューヨークでの例です。どんな仕事かというのは左側に記載があって、右側にですね、具体的な業務が記載されています。 例えばですね、企業の見込み客の検討からプロセスをリードしたり、アカウントアソシエート、ソリューションエンジニアリング、カスタマーサクセスと提携して複雑な顧客評価でもパイロット、構築および実行します。またですね、パイプラインと目標を毎週予測したり、他の企業戦略に貢献するため、業界の状況を注意深く監視したり、まとめるとですね、法人営業でやっていくような業務内容ですね。 でこんな経験を持っている方が優遇されるようです。今まで IT 系のソリューション営業をしたことがある方、年間1億円を超える収益目標を6年以上達成している方、これ結構すごい要件ですね。こういうのね、やったことあるよという方は、ぜひオープンへのン営業もしかしたら向いているかもしれません。そして次、年俸です。1ドル150円ぐらいで計算すると、約年俸としては4000万円超えという感じですね。 これはですね、まあ、ニューヨークでの年俸になりますので、まあ、日本ではどうなるかというのは分かりませんが、まあ、結構高単価な年俸が用意されているようですね。次はですね、カスタマーサクセスサポートです。こちらはサンフランシスコの例です。で役割が世界の大企業向けにチャット g p t エンタープライズ。こちらは法人向けのサービスになります。これを導入支援していく。顧客との関係構築。 あとは営業チームと連携して販売前と販売後のシームレスなお客様への製品の導入こういう一般的なカスタマーサポートに求められるような仕事っていうのをやっていきますこちらの年俸もですね先ほどの営業の金額と同等がまたはもっと高いですねカスタマーサポートというとなんかコールセンターのようなイメージかもしれないんですがここはちょっと違っていまして 実際の製品の導入のコンサルタントのような業務が、まあ、想定されている業務のようです。営業がが売ってからののの実際の導入の部分でですす。ね。次がエンジニアですこちらはお給料だけ出していますがこのエンジニアに関しては営業だっったりりととかカスタマーーサポートよりもっと高い金額です。今後日本語に特化した GPT が作られていくのでそれも開発ができるというかなりエキサイティングなポジションなんじゃないかなと思います。 普通エンジニアでメインは本国で行っていきますが、オープン a i は日本をかなり重要な拠点としておいていますので、キャリアとしてはかなり魅力的なのではないかなと思います。そして次はですね、実際の日本のポジションです。リージョナルマーケティングオブジャパンというポジションです。日本市場向けの包括的なマーケティング戦略や、一般ユーザー向けのキャンペーンを企画し、ChatGPT の認知度と導入を高めること、ウェブページだったりニュースレターなどのコンテンツ作成、 あとはウェビナーの実施ですね。こういう一般的なマーケティングのポジションも今募集しているようです。実際にですね、こういう方、求められています。アジアできれば日本でのマーケティングリーダーとして7年以上の経験がある方、ネイティブレベルの日本語能力がある方、マーケティング戦略開発をリードし、マルチチャンネルキャンペーンを推進してきた豊富な実績がある人。 コミュニケーション能力が高く、エンジニアとエンジニアじゃない人ですね。そのどちらにも効果的に伝えることができる人。あとはですね、消費者向けと、あと法人向け、そのどちらにも柔軟に対応できる方ですね。チャット GPT としては法人向けだけではなく、一般ユーザーにもしっかりとチャット GPT を浸透させたいという狙いがありますので、どちらもしっかりとできる方を求めているようです。 このです、ね、ポジションに関してはもう募集開始していますので概要欄にリンク貼っていますので気になる方はぜひチェックしてみてくださいで次のポイントがオープン A はこのプロダクトのラインナップを日本市場に向けて GoTo マーケットしていくというふうに言っていましたまず製品としては ChatGPTChatGPT チ,チ,チーム c h a t g p t エンタープライズ、この3つですでエンタープライズが法人向けで何も書いていない通常の ChatGPT が一般ユーザー向けです API とモデルというのが基本的には同じようなイメージですがモデルを API を介して企業だったりユーザーに届けていくイメージですこちらに関してはそんなに見渡らしいものはないですね、はい、で面白いのは日本語に特化した GPT-4 カスタムモデルを提供開始ということが発表されました今もですね日本語でチャット g p t 使用することはできますがより日本語に特化した 最強の GPT-4 モデルを使うことができるようになるようです。具体的にはですね、日本語テキストの翻訳だったり、要約性能がもっと向上します。そして GPT-4 ターボの3倍の速度で動作します。わかりますかねかなり速いですよね。GPT-4 ターボで出したもの、スピードがすごいですよね。日本語でも今まではサポートっていうのはちゃんとされていたんですが、 やはり英語の方が一番サポートの数値というのが高かったので、ちょっとうまく出ないところとかもあったりしたんですが、ここがそう改善されるようですね。で、数ヶ月以内に API をリリース予定です。で、エンジニアはですね、ここの部分を今からブラッシュアップしていくようですね。はい。ではですね、ここまでがオープンイヤー日本支社の概要でした。ここからはですね、会見の中でいろいろ Q&A がありましたので、そちらについてご紹介をしていこうと思います。 まずなんで日本が死者に選ばれたのかというのが、ね、気になっている方も多いと思います。日本は鉄鋼企業や社会にうまく導入している国です。なのでコロナ並みにオープンエアも乗っていきたい。一方ですね、日本はまだ生成エアに対して過渡期なので、ここをさらにプッシュして広めていきたい。まあ、これが答えでした。あとはですね、まだ AI に関する規制がゆるゆるなので、オープンエアが入っていきやすい。まあ、ここもですね、理由の一つだったと思います。 AI を使う上で安全性を担保することがとても必要になりますがどのような提案を日本政府にしますかといった質問に対しては具体的な答えというのはなかったんですがオープン AI としてはは安全性は最重要ですで。日本人にとって何が重要かを理解しながらユーザーだったり企業政府と対話を進めながら推進していくというちょっとほわっとした答えでしたね。 ただオープンエアはしっかり日本と対話しながら理解を深めて進めていきたいと、まあ、そういった姿勢はかなり会見から感じられましたで日本でデータビジネスなどを行う場合サーバーが非常に重要ですがそのあたりどうするのかといった質問に対してはサーバーだったりデータセンターは絶対に必要です企業のデータコンプラなどに準拠するためには日本にローカルサーバーを置くことがマスターと考えています US などにサーバーを置くと US のサーバーを経由するので日本のデータを US に取られてしまうみたいなそういった議論もあったりするので日本にサーバーを置きたいという風に考えているようですで一方ですねパートナーのマイクロソフトが日本でサーバーの大型投資をするのでそこと連携していくという風うに述べていました で一応ですね補足で主要企業の日本への投資の比較です。で先ほどご紹介したようにマイクロソフトが日本に4400億円の投資をしています。でその内訳としてはデータセンターの拡張と東京に研究拠点を置きます。こことオープン AI は共有したいというふうに考えているようです。まあゼロからねデータセンターを作るのとても大変なのでまずはマイクロソフトのこのデータセンターここを狙っているようですね。 で、AWS、Amazon ですね。こちらは2兆2000億円です。で、o p e n a i の新しい社長は、この AWS の社長出身の方です。で、Google は1000億円でデータセンターを作ろうとしています。このように主要企業、まだまだ日本への投資が続いているようです。で、日本の営業販売戦略はどんな感じですかということですが、まだね、今日が Day1 ですが、すでに o p e n a i のツールを使ってくれている方がすごく多いです。なので、現在のユーザーの課題感を ギアリングををししてて改善ののサイクルをするといいうのを、ね、早めに回していきたいで法人向けに関してはチャット g p t エンタープライズというプランがあるんですがこれがですねいまいちまだ浸透していないのでこちらをもっと浸透させていきたいということでしたこれデータもしっかりと積キュされているので企業にぴったりだということを言っていました。 で、日本はですね、生成 AI の採用に積極的です。一方、規制が緩いですよね。なので、オープン AI がルールメイキングに関与していくのですかといった質問に関しては、自民党のホワイトペーパーを基準に考えていきたいという答えですで。自民党がですね、AI に関する国家戦略という資料を出しています。これはですね、ちょっと要約してもらいました。ChatGPT ではなく、クロードでやってしまったんですが、要約すると、ChatGPT や他の生成 AI は、 ホワイトカラーのの仕事のほぼ全てに影響があります。海外ではこの AI の受け入れ進んでいるが日本は出遅れているので AI 時代に即した国家戦略が必要ですなので国が率先して AI の導入を推し進めていく、まあ、このようなことが書かれていますなのでオープン a i は日本政府と組んで AI の導入を進めていきやすいなのでオープン a i のアジア拠点は日本になったということですね で日本の生成 AI の普及はということで、具体的な数字は持っていないということでしたが、グローバルでは大きな企業500の92%がチャット g p t を使用していて、チャット g p t エンタープライズのユーザーは60万社です。こちらグローバルですね。日本での月間アクティブユーザーは200万人です。今後も成長を期待しているということでした。 で日本のカスタムモデルについてです。どのように日本のデータを集めたかというところと GPT-4 は基本英語でトレーニングをしているのではないですかといった質問に対してはまず1つ目としては GPT が日本語を読み取る力というのを改善させたい。日本語は同じ漢字でも違った意味っていうのも、ね、ありますよね。まあ、そういうのもしっかりと違いを分かるようにしていきたいということとアテンションシフトというのをやっていきたいようです。 これはですね、データに重み付けをしていくことです。なので、英語のデータよりも日本語のデータの方が重要というふうに、まあ、重要符をつけることで、学習速度を上げていくということです。で、学習のデータに関しては、日本の企業とパートナーシップを結びながら、データを学習していきたいとのことでした。すでに日本語特化型の LLM、大規模言語モデルとの協力の可能性はといった質問に対しては、もちろんです、という答えでした。 LLM 同士のコラボレーションなんかもあるかもしれないですね。でも実際日本語で LLM 作っている人たちはオープンゲーが日本語に特化してくるということなのでもう戦々恐々ですね、はい。会見の中であった面白い質問というのをいくつかピックアップしてきました、はい、次ですね GPT-4 ターボが正式リリースされましたポイント2つあります。 まずチャット g p t が最後にトレーニングデータを受け取ったのが2023年4月から2023年12月に変更になりました。なので学習データが大幅にアップデートされましたね。なのでチャット g p t のデータ新しくなりましたので12月までの内容というのはアウトプットを出すことができます。LLM のランキング付けをするチャットボットアリーナで評価が1位に返り咲きました。こちらランキングになります。第1位が GPT-4 Turbo です。 2024年の4月9日にリリースされたということが分かりますね。コーディングのランキングにしていきます。コーディング部門では GPT-4 ターボと GPT-4 の以前のモデルですね。CLOAD3 オーパスなんかも同率の1位です。次は長いプロンプトのランキングを見ていくと、はい、長い文章に関しては1位3つありますが CLOAD3 オーパス、GPT-4 ターボですね。この2つかなりですね、性能が高いことが分かります。 英語の理解力としては GPT-4 ターボかなり数値が高いですね。Cloud3 Opus はちょっとランキングが下がっちゃったということがわかります。このランキングもね、結構面白いです。まあ、こちらのサイトで見る限り、今 GPT-4 ターボというのがすごく頭がいいということがわ、ね、かります。はい、目次の3つ目です。OpenAI の動画生成 AI であるソラが Adobe Premiere Pro に搭載されます。 はい、では、見ていきましょう、はい。このプレミアプロという動画編集ソフトの中にボタンが追加されていてこうドラッグして a d o b e h i v e からオープン a i にするとプロンプトを入れることができます。で、ジェネレートというふうにするとなんと空で作成した AI 動画を挿入することができるんです。これすすごいですね。 AI AI の動画生成、AI、であるってご存知でしょうかミキミキウェブスクールでもこちらの動画の中で詳しくご紹介をしていったんですがかなりハイクオリティな動画を作ることができるんですねまだリリースされていないんですがもうリリース前からどんなクオリティのものができるんだ今後映画なんかも AI で作られるんじゃないかというぐらいの驚きのクオリティなんですこれが Adobe の PremierePro という動画編集ソフトに 追加さされれるとということが発表されましたもう一つ Adobe 公式の X でもリリースがありました。こちらですね、動画の中に、はい、アットオブジェクトということで、セレクトしていきます。そこにプロンプトを入れると、動画の中に内容を入れることができたり、リムーブオブジェクトというふうにすると、動画の中から要素をなくすことができたり、この動画を選択して、ジェネレ a ティングというふうにすると、 プロンプト通りの動画を追加することができたりとか、さらに編集をしてオープン a i という風にすると、はい、こちら空の動画生成の AI 動画を追加することができました。空の生成 AI だけではなく、いろんな AI 機能が Premier Pro に追加されるようです。これいつ搭載されるのかっていうのはまだわからないんですが、この動画編集というのも,もう今後 AI でいろいろカスタマイズできる時代が来ますね。 はい、こちらがですね、オープンエ a とチャット g p t の最新のアップデートでした。毎日いろんなリリースがありすぎて、オープン a 本当にすごいなと思うんですが、ミキミキウェブスクールではこれからもチャット g p t やオープン a の重要なニュースをピックアップしてご紹介していきますので、皆さん楽しみにしていてください。こちらの動画参考になったらいいねボタンとチャンネル登録お願いします。ミキミキウェブスクールに入学をしていただき、一緒にスキルアップをしていきましょう。また次の動画でお会いしましょう。 動画を最後までご覧いただきありがとうございます。めきめキウェブスクールの LINE お友達登録で今、豪華5大特典をプレゼント中です。インスタグラム完全保存版おすすめバズワード集や、チャット g p t 本当に役立つ厳選 GPT 図10選、完全攻略ダリスリーおすすめのプロンプト集、そしてミッドジャーニーの保存版プロンプト全一覧の PDF や、キャンバのおすすめフォント集もプレゼントしています。 LINE メンバー限定の勉強会やセミナーも開催中ですぜひチェックしてみてくださいね